ツンツメ。なあ、ということでね、今の何だったんですか。いやー、ツンツメ始まりですよ、今日は。あ、そうなんですか。いや、何だったんですか、今。いや、ちょっと工事がうるさいんで、ちょっと勢いよく行った方がいいかなって。この音だいぶうるさいですからね、負けずに行かないとね、はい、で、ここはカリフワ堂なわけですよね。ここはカリフワ堂なんです。はいはいはい。行ったことないでしょ、一回も。僕ないんですよ。なんだかんだ言いながら、こんだけお付き合いしてて、はい、はい。で、どこにツンクさんマークがあるかなと思ったら、ここにあるわけですね、はい。なるほどね、でそこにオスを見せといて、ここにメスが隠れてる。なるほど、本当だ。はい、これは私のジャスタイです。ああ、そうなんですか、はい。で、ここで今日は何をしようってことですか。今日はですね、まあ、ちょうどね、まあ、4月ということでございまして、はい、まあ、バックステラキャストもいろいろ新人が増えてますので、うん、なるほど。今ちょうど2期生募集中なんで、そうですね、はい、まだこの先増えていくと思いますが、まあ、1期生の新人を若干、ピックアップしたいなと、はい、いうことと、ハロー関係にも新人がいらっしゃいますので、はい、今日はちょっとお届けしたいな。なるほど。いつもね、なんとなく2週目の最後の方にちょっと出てくる感じですけど、今日は最初から来るからびっくりしろよ、お前。びっくりしろよ。新人歓迎会の会場となるのはつんくさんがプロデュースしているお好み焼き屋さんカリファード新宿店。うまい、安い、安心にこだわったつんくさん秘伝のレシピで作る関西風お好み焼きは絶品。生地はもちろん、ソースにも化学調味料を使用せず、素材本来の味を生かした極上の一品をぜひご堪能あれ。うひょー、うまそう。僕もよだれが止まらないよ。さあ、今日の新人歓迎会はご覧の豪華なメンバーでお届けするぞ。奥には見たことのある顔もいるね。渚と小菊だな。今日はお手伝いらしいぞ。やばそうです。おいしそうです。実は V の字に奥くんが、はい、はい。さあ、そんなことで今日ゲストが来てくれております。さあ、自己紹介お願いします。はい、キュートの17歳の岡井千里です。よろしくお願いします。なんで17歳でも強調してるんですか。いや、なんとなくですね。はい、17歳です。あ、わかりました、ありがとうございます、はい。そして、はい、メリースカーボーの徳永ちなみです。チャームポイントは笑顔です。よろしくお願いします。いいですね。もうこの2人は小学校2年生の時から、はい、ハロープロジェクトにいて、はい。そしてあなたは。私は小学校4年生です。4年生から、はい、学校の先生みたいな。そうなんですね。ねえ、ようやくみんな集まってくれましたよ、はい、今日はねえ。来ちゃったよ。もうまこっちゃんは前回のお鍋の時から、はいはい、そうですね。なんかこういう食べ物の時はもう呼んでなみたいな感じになってました、ね、なんか食べることに関するオタク民的なことなんですか。いや、そうじゃないんですよ。この間でもさ、車でガソリン入れようと思ってガソリンスタンド行って、はい、まあ、満タン入れてもらって、はい、もうさあ出ようかなと思ったら、うん、その、うん、やってくれてた お兄さんが、うん、ツンツベ出てましたね。素晴らしい。びっくりした。もう俺ガソリン代高いなと思ってたのもう全部かき消されびっくりして。まあ、そうなんや。今後ともよろしくって。番組のね、言葉ね。はい、一応ね。ありがとうございます。さすがですね。ね。今日みんな食べるよ。はい、ね、はい、食べましょう。ツンツベ。今回の新人歓迎会はつゆくさんが自らお好み焼きを焼いてみんなに振る舞ってくれるらしいです。トークも鉄板も温まったところでゲストの近況報告だ。うちの嗣永桃子ももちが最近もう一人突っ走ってですね、うん、メンバーそれみんなほったらかしてる状態で。ほったらかされてるか。そうですね、嗣永なんかキャラクター作るよ、キャラクター。私です。私あえてキャラクター作んないようにしてるんですよ。キャラクター作るとその後が大変じゃないですか。芸人の一発ギャグの後みたいな。その後が大変だからやっぱりももちが不安ですね。なるほどね。テレビで見ますよ。打力強さ満載です。強いですね。すごい強いですね。キュートは。はい。まあキュートには何にも関係ないんですけど、はい、最近ダイエットができなくて、なんか一時期めちゃくちゃ太った時があって、その時写真集きっかけですごい痩せられたんですけど、最近は1週間サラダと春雨しか食べてないのに全く体重が変わらなくて。夜中にチョコレート食べてるんじゃん、知らん間に。食べてないです。だってこいつ昔ほんまに夜中目が覚めたらチョコレートの袋ここの空いたのがあったっていう。それがですね、なんか
この前ホテルでこうメンバー集めてお菓子パーティーみたいなのやったら、うん、私の部屋にみんなお菓子置いてったんですよ、うん、でこう朝起きてベッド見たら手羽先の骨がいっぱいあってあれこれ昨日でも誰も手羽先なんか食べてなかったよなと思って鏡見ていいってやったらごまがくっついててあ自分食べたなって気づいてたの、はい、タヌキに騙されて次の日葉っぱやったみたいなそれがおかしいやと思ったら次の日それが骨になってたって新しいパターンで焦りましたね。本格的に危ないかもしれないですけど、そんなに覚えてなかったら。この前もハワイ行ったんですよ、うん、キュートメンバーで、うん、その時舞ちゃんと萩原舞と中島さきと私が同じ部屋だったんですね。で夜に舞ちゃんだけ起きてたらしくて、で私がいきなりバッて起きてチョコレート食べ始めたっていう。でも覚えてないんですよね、食べたの。一回精密検査を受けたの。確かにそれはちょっと危ない。ズンズベお邪魔します。おい起きたらミキ、岩美希穂です。よろしくお願いします。久しぶりやんか。お久しぶりです。座り座りいいですか。どうぞ座って。今日新人歓迎会をやってるって、ね、そうそうそう、新歓迎会でもちょっとつんくさんに会うのも、うん、久しぶりやろ。テレビ CM で見てるよ。 CM でいや私もテレビでつんくさん見てますよ。でも最近全然かまってくれないんで。そんなことはないねんけど、なんかメールとかもくれないんで、あれーと思って。これお前のメールしてけえんから。いやいやいや全然なんか全然、まあ、でも俺はでも見てるで、やっぱり未だに息子はちゃんと合成体見てるからね。あ、ほんですか。つんくさんショーまで来てくださって。そうです。こっからね、でもね。そうですね。ね、ミキ、はい、はじめまして。はじめまして。全然今日はですね、はい、もう一人、私ちょっとグラビアをちょっとやってた時期もありまして、はい、あ、もうそんなのグラビアは、まあ、今はちょっと、まあ、いろいろ事情もあり、はい、やってないんですけど、はい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 、グラビアをやってたので、はい、グラビアもちろん注目してるんですけど、はい、今注目のグラビア界、注目の星というか、はい、期待の星の子、かわいい子ちゃんを連れてきてますので、呼びたいと思います。佐山彩香ちゃん、お邪魔します。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 はい、どうぞ。お邪魔します。よろしくお願いします。何を持ってきたのそれは。ちょっと牡蠣を持ってきたんです、うん、なるほどね。次の具ね。はい、次ね。そうです。じゃあそれ置いときます。はい、さすが。お願いします。牡蠣に狭山がついてる。どうなのこれ。あ、ほんとだ。ほんとだね。つけてきたね。そんなボケありやなさ。ちょっとこれ貼っといて。服着てないんだな。服着てない。じゃあ服着てないの。はい。え、じゃあどうなってるもの。いやもう本当にこのまんまです。え、胸はもちろんのこと、その胸と。え。孫さん、孫さん、もう喋れてないんですけど。胸と胸と。胸と胸と。下半身ももうつけずにってこと。まあ一応。いやそんなわけないじゃないですか。だって分かるんからね、やっぱり。分かんないけど。とか、なんとか言ってる間に、なんか。この時間のお好み焼きの映像は、今日だな。新人歓迎会は、これからが本番だよ。それ、かわいいね。てか、それ、ティーナっしょ。ティーナこれ、ティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストってな。いいぜー。ティーナって何？ティーナ夢の宿。日本屈指の高濃度天然温泉から見下ろす瀬戸内海の大パノラマ。日帰りで、宿泊で、新鮮な魚料理で、心と体のリフレッシュ、癒されるぜ。勝負してくれませんか。え、とうとう俺様と勝負する時が来たな。誰てか俺。見よ、この俺様のグレートなデッキを。このカードで貴様にとどめを刺してやる。勝負だ、ダルゴ。ヴァンガードファイト、スタート。あれ、こって、え、スタンド。ヴァンガードファイトしようぜ、ブシロード。100回、200回と練習しているうちに、僕ら凡人は天才には見えないものが見えてくる。それがいわゆるコツとかツボというものです。おい、何なんだこのうまそうなお
焼きは、カリフワ堂名物の豚玉だよ。外はカリ、中はふわっと焼き上がった豚玉は定番中の定番。じゃあ乾杯だけさせてくださいね。あれすごい飲んでる人もいる。はい、あの新人のね、久保さんの一旦じゃあここで来てくれたということで、ツンツベファミリー入りかもしれない、はい、乾杯。乾杯。はい、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。カリフワ、ね、お、出た、いいこと言ってるよ、あそこ。本当にすごい。このやり方だと、孫さん自分でやるしかないけど。いや、もうや、いや、今日はいいんすか。いいんすか。セルフで。うん、うん、美味しい。いただきます。うん、美味しい。これですよ、うん、カリフワ。カリフワ。そう、外カリッとの。キャベツが甘い。ふわふわ。ここですよ。あ、芋入ってる。じゃがいもが入ってるんです。いいとこ行けてきました。さすが。食感が違うと思って。さすがニワミキホ。ありがとうございます。さすが。美味しい。違うね。これは本当に美味しい。ね。うん、今日朝ごはん切り出してきたもん。なんでみんな本気やねん。普通こういう番組って食べられへんこと前提に来るんですけど、はい、まあ、こっちゃんも今日奥さんからメールあったけど、あの旦那の夜の分まで食べさせてください。どんな仕事やねん。ツンツベ。さあさあツンクさん、はい、何でしょう。ここでですね、はい、なんと佐山さんが、はい、ツンクさんにね、聞いてほしいお話があるということで、聞いてください。ボードにしてみました。はい、ダダンと、まあ、どれかまず当ててもらいたいなということでございますが、いじめ萌えじゃないですか。食いつくみたいな。いじめ萌えね。いいですか。じゃあその辺どれでしょう。オーディションなんですけど。オーディション。はい、何でしょう。あのうちのお姉ちゃんが、うん、モーニング娘。の、うん、ハッキーのオーディションに受けたんですよ。うん、そうで結構いいとこまで行って、つんくさんからコメントとかもらってたんですよ。あれ。そう。マジで。はい。落ちちゃった。落ちちゃった。でもね、通ってたらすごかったね。そう、今からでも遅くないですかね。姉ちゃん、19歳、20歳か。20歳だったらもうぜひバックステージパスというところがあるんですけど、そちらで、アイドルキャストから働いていただくというのが一番近道かもしれませんよね。ツンツベ。タクちゃん、じゃあちょっと大人の技を見せてあげてよ、ちょっと。コンペというやつを食べさせてあげてください。コンペ。やった。あの方は店長。新宿店の店長です。さすが新宿店。秋葉原に間違えたときいない。いない。かっこいい。エグザイルみたいですね。うん、完全にエグザってますよ ね。大阪では定番メニューのとんぺい焼き。こだわりのもち豚とたっぷりの九条ネギを新鮮な卵で優しく包み込んだ、ほっぺたが落ちちゃうメニューだよ。たまんねー、たまんねーよー。激フワでね、激フワで。カリフワの上が激フワ。激フワ。でも激フワどうでいいじゃん。ほら来た。やばいこれさ。これは作れないな。ねえ。すごくないこの技。いやもうこっちダメで座ってくれませんね。すごい。どうですか。すごい。ゲストも思わず立ち上がってしまうほど美味しそうなとんぺい焼きが完成。ふわふわの半熟卵とソースがまろやかに絡み合うんだよ。うおー、俺にも食わせてくれー。ギブミーとんぺい。ご飯なんかみんないいことばっかりで気持ち悪いですね。ねえ。でもうまい。悪いコメントで食べないと。はい、もう焼けましたよ。すごいネギシャキシャキ。でも卵がふわってやってるからシャキふわです。うん、おいしい。今日のツンツベはまだまだ豪華なゲストがいるんだぜ。番組初、モーニング娘。のあの子が登場です。お待たせしました。第3回ツンツベフェス開催大決定。あの感動と興奮がまたまた帰ってくる。君が推す女の子を間近に見てね。詳細はツンツベブログへ。してくれないとプンプンだからね。
どうも、レディなぎさです。ついに4月30日からツンツベとお菓子メーカーのリボンさんがコラボレーションして作った棒付きキャンディー萌えキャンが発売されることになりました。でん、ツンクマがでっかく乗ってて可愛いですね。はい、こちらの萌えキャンですけれども、関東のコンビニなどで販売されるんですけれども、その中でも今日は 3F の品川ソニー通り店さんにやってまいりました。 3F さんでも販売されるんですよね。そうですね。この萌えキャンは試食されましたか？いや、まだ食べてないですね。まあね、食べていただかないことには何も始まらないので、じゃあ藤原さんにはこちらファーストキス味を。うん、おいしい。フルーティーですね。とてもフルーティーでございます。あ、私と同じこと言ってくれましたね。こちらの萌えキャン、どこか目立つところに置いていただけないでしょうかね。アイドルのダンスとか踊れるんですけれども、それ踊ったらなんとかできないでしょうかね。ちょっと見せてもらって。毎日ここで歌い踊る、どうですかね。すごいですね。 ありがとうございます。じゃあ萌えキャンはどちらに置いていただけるんでしょうか。じゃあこの辺とかどうですか。いいとこじゃないですか。じゃあこちらに置かせていただきましょう。それでは皆さん、4月30日に発売される萌えキャン、よろしくお願いします。みんな買ってね。競わせてみた。3週にわたるガチンコシリーズもサバイバルインマシェリの獲得ポイント、人気投票、ブログアクセス数を集計した結果、おめでとう。では PR タイムをどうぞ。皆さん、こんにちは、チョイスです。4月8日に開催したコースワンマンライブ、皆さんのおかげで大成功することができました。イエーイ、本当にありがとうございました。そして私たちのファーストアルバム、ファーストステップチョイス、ただいま全国発売中です。皆さんぜひゲットしてください。はい、詳しくはチョイスアメーバさんにて公式ブログをやらせていただいておりますので、そちらをぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。次回の挑戦ユニットはこちら。来週から新バトルが始まるぞ。詳しくはマシェルで検索。あの、最近あのモーニング娘。に新メンバーが、4人加入しまして、はい、その中の1人を、今日連れてきました。誰が選ばれたんだ。生田花子ちゃん。はい、お願いします。なんか新人感が満載ですね。モーニング娘。10期メンバーになりました、高校3年生17歳の生田花子です。漫画が大好きなんですけど、最近ハマってる漫画はメゾン一国です。よろしくお願いします。いいね。食材が、はい、お餅とチーズを持ってます。あら、お願いします。もちもチーズもだ、行くしかないですね。じゃあ後で行きましょう。これもで、このチーズ可愛いね。なんか自分の名前のイメージカラーなんですよ。茶色なの？いや、茶色なの？チョコレート色です。モーニングの場合は人数が多いから。でもまあ、でも似合ってるよね。似合ってる、似合ってる。あとはもう納得してます、ね、はい。あのダックフードの中でもチョコの色は高いからね。そうなんです。チョコタン、チョコタンとか高いから。はい、犬の話。何ですか、犬の話。まあ、いいとこ探してね、いいとこ探してね。じゃあ、かき玉できましたよ。ガスっていっちゃって、どうぞ。牡蠣が入ってますように。あ、そうだね、牡蠣のところ行かないですね。本当に牡蠣切れました、バスッと立つ。はい、まこつさん、やったー。はい、バスッとね。あざーす、はい、海の、はい、あ、こぼれた。海の恵み。牡蠣どこだ。シーフードお好みに。うん、うまい。美味しそう。これ初体験だ、これ。うまなんか、入れる。うん、うん、やっぱ海のミルクが、海のミルクね、うん、新鮮。初めて食べた感じ。うん、合う、合うでしょ。うん、うん、スーさん、なんかハンサムですね。ありがとうございます。ハンサムという響き、切ってる姿がかっこよかったです。ハンサムという響きまでありがたい。懐かしい響き。ハンサム、そこだけだいぶ昭和な感じなんですね。ランディン、ぐちゃぐちゃ。買ってみた、今後買ってみました、今後買ってみました、今後美味しい。とろけます。てか、手大きいね。そこ気になっちゃった。気になっちゃった。なんか確かに、確かに、こうやってやってたらめっちゃ顔が膨れてるなって。顔も小さいけど
手超でかいよね。大きいんですよ、なんかよく言われるんですけど、はい、猿の手みたいって言われちゃいます。いやそんなこと、でも超絶長い、指めっちゃ長い、はい、指長い、長い、よくてる、なんかピアノやってるって言われるんですけど、やめる、うわやばい、第一関節分違う、超長い、やばい、同い年なんですよ、同い年です。あ、そっか、はい、高三同士だ、高三同士です、暗さが違うね。なんかもうちょっと、この子は本当に入ってきた後ろの時から一人だけ高校生やってんけど、あとみんな小学生とか中学1年生やってんけど、一人高校2年生で入ってきて、でもすごくなんかほんまピュアっ子でね、ピュア、嬉しいです。ちょっとのピュアで入れたかな、無理やと思う、無理だよな、違うよな、お前らハローにおったから今それぐらい耐えてるけど、絶対もっとひどかったと思いました。渋谷のどっかほんま道の端っこにゴロゴロゴロ、センター街でね、街がこんなんなってこんな言われるのによかったね、ハローと入って、よかったです、入れてよかったね、いい子で入れました。どう腹具合は全然その二人すごいね、それかわいいね、てかそれ、ティーナっしょ、ティーナさん、絶対ティーナ、絶対ティーナ、ちょっといけるこれ、ティーナのパクリなんだ、パクリじゃないっしょ、ねね、てかみんなでティーナのコンテストおけな、いいぜ、行こうよ、行こうよ、行こう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 、ティーナって何、ティーナ勝負してくれませんか。え？とうとう俺様と勝負する時は来たな。誰？てか、俺？ミオ、この俺様のグレートなデッキをこのカードで貴様にとどめを刺してやる。勝負だ、ダルゴ！ヴァンガードファイト、スタート！あれ？こって…え？スタンド！ヴァンガードファイトしようぜ、ブシロード。ツンツメ公認、歌って踊れるアイドルマジシャン候補生合宿速報。いよいよあのアイドルマジシャンたちのユニット名が決定したぞ。その名もマジッコモモ組。いつかステージに立つ日のために一流アイドルマジシャンを目指して彼女たちは日夜練習に励んでいるんだ。これを大きいやつもなんか分かる、ごめんごめん。現在みんなで買い物や食事の時間を過ごし、一つ屋根の下で合宿生活を過ごしているが、彼女たちがどう成長していくのか。マジックだけでなくアイドルとしてのダンスレッスンも開始。やることはいっぱいあるんだ。夢の舞台を目指して彼女たちの厳しいレッスンは続く。要は自分が一番をどう捉えるか。天才と自分を比較するから辛くなる。天才とは別世界で生きていけば良いのです。ここでございますけれども、ニクボーさんも、はい、ちょっと聞いてほしいところがあるということで、ね、こちらちょっと聞いてください、ボード、はい、僕分かりました、はい、何でしょう、イカシ、あ、細いからイメージ的にイカシっぽい、なるほど、これも当たりだな、当たりまあ、ぺったんこ、うん、うん、まあでもモーニング娘。が会いたかったみたいなこともあってもいいのかな、あまあいいですけど、あなたがいいならいいですけど正解は、正解はおすすめです、全然違う、全然違う、全然違う、確かにイカ水なんですけど、やっぱりいいな、いいな、何でしょう、何でしょう、おすすめ2つありまして、1つはさっきあの漫画が好きって言ったじゃないですか、で中でもジョジョの奇妙な冒険っていうのが大好きなんですよ、ジョジョ立ち、はい、ジョジョ立ちです、はい、で私は空城城太郎っていうキャラクターが好きなんですけど、すごいクールなんですけど常に仲間を守る優しさとかに惚れてるんですよ、で本当に面白いのでつんくさんにぜひ読んでもらいたいなっていうふうに、僕にお勧めしてるわけですね、はい、そうです、わかりました、でもう1つおすすめっていうのが、私高尾山が大好きで、
はいはいはい、行ったことある。あ、本当ですか。これもある。高4とか高尾さん大体行ったことある。スピリチュアル、はい、山なんですけど、はい、そこ知らなかった。さん付けしてると思ってた。高尾さんと思ってた。高尾さん何度もそこに黙っちゃったからね。もう全体的にリアルポカンで聞いてますね。今日でも勉強になるね。そうですね。一人でも行っちゃうぐらいです。すごいそれ。学校終わってから午前中に終わってそのままダッシュで行ったりとかもして、頂上から晴れてる日は富士山見える見える見える。それがもう本当に綺麗で、関東の富士見百景とかにも選ばれていて。なんか詳しい、ね、そうなんですよ、すごい好きで。あの最近のハローは知的やからね。今ちょっと知的すぎて焦りました。面白いな。でも本は私好きなんです、何読むの。携帯小説ばっかりなんですけど、あの1年で50冊くらい読みましたね、去年。すごい、はい、あ、今は風邪みたいな。でも内容をほとんど覚えてない。何やそれ。何やそれ。今日お前出てよかったのかな、悪かったのかな。そうなんですかね、ちょっとこれ。でもちょっと面白いね。おかえり、結構フィーバーかもしれない。ヒーハー。ヒーハー。おかえりヒーハーって。すごいな、お前。よう生きてこれたな、でもな。なんとなく生きてます。でもなんか今日持っていく日な気がする、確かに。持っていく日。あ、もういいや。持ってく日。はい、開いちゃった。さあ、それでは来週の先取り。ツンツベといえば恒例のカラオケタイム。うっかり忘れそうになるけど、ツンツベはあくまで音楽番組なんだよな。美味しいお好み焼きで適度にお腹が満たされたところで、キュートのおかえちゃんが歌ってくれます。お、このイントロはキュートでバイバイバイです。おかえちゃん、歌でも持っていってくれ。バイバイバイ、明るく生きろ、楽しもう。バイバイバイ、元気に踊れ、できるだろう。バイバイバイ、地球にあげて、膨らまそう。バイバイバイ、未来に向かって、バイ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 。この続きはまた来週。もうアイドルキャストが100人以上もいるのに。そう、バクステの勢いは止まらない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この宮城はですね、卵がなんとなく残ってるぐらいでいいんです。この黄色いのがあんまりこれは真っ白くいくとホットケーキみたいになっちゃうので、はい、これぐらいでいいんです。始まった。はい、うんちこうです。